この日、徳川家と豊臣家の間に結ばれた和睦の起請文を交わすため、大阪城から一人の若武者が徳川家康の元を訪れていた。若武者の名は木村重成。豊臣秀頼の父兄弟であるが、天下においては無名に等しく、外交の場で大御所徳川家康と釣り合うような武将ではなかった。起請文には家康、秀頼の両総大将が鉄板を押す取り決めになっていた。ご鉄板が少しばかり薄いようにございます。大事にございますれば今一度押し直していただきたく存じ上げます。はあ、年を取ると血も薄くなってきていかんな。この一件が実際の出来事であるかどうかは定かではない。ただ確かなのは、木村重成という若武者が徳川家との講和の際に見事な振る舞いを見せたということ。そしてこのような逸話が語り継がれるほどに重成が天下にその名を轟かせたということである。